アンジェス相場そんなあなたにメディネットこんばんは。文芸春夏春冬のカブくんレビです。株、アンジェス相場、寺祭りメディネット台風で大爆撃にも程がある動画を撮っていこうと思います。まずですね、今日はたくさん銘柄を紹介します。バイオ相場、AI 相場、セキュリティ相場ですね。この3つの相場からそれぞれ銘柄を紹介していきます。えー、10万円から始める株式投資ですので、定位株、 を、えー、紹介しておりますので、えー、あと、ほんと、十銘柄ほど紹介しますので、えー、もし興味のある方はね。最後まで見ていただけると嬉しく思います。はい、まずは、いつも恒例の株君テレビホールディングス決算発表。史上最高の爆益からお話ししていこうと思います。えー、この二日間で、五月二十一日から、これですね、五月二十一日、五月二十二日もかけて、木金で四万四千百五十三円となりました。 はいえー、これはですね、まあ、株式市場、僕は去年の8月から株を始めましたけれども、ここまで大きな、えー、プラスになったことはなかったので、史、ま、上、あ、最高の爆益と、まあ、僕自身になりましたで。12万円から4万円の利益ですので、相当な、えー、なて言うんですか、ね、パーセンテージということになるかと思います。でこちら、メディネットってたくさん書いてありますけれども、えー、メディネットを保有しておりまして、それを売却したことで、 えー、履歴を得たといった感じになりました。はい。まあ、この21日と22日で3ヶ月分、ちょっと僕はずっと損をしてました。後で見せますけれども、3ヶ月分をとりあえずプラテンさせました。えー、まあ、まりれもなくメリネットの爆上げのおかげですね。 他にもメドレックスなど、えー、ここら辺ですね。今日のメドレックス。えー、っと、これは木曜日、あ、金曜日ですね。金曜日に買い付けたメドレックスが夜間取引でかなり上がったんで、それを売却したりして利益を得たりとかして、えー、他のバイオ銘柄、カイオムバイオサイエンスとか、オンコセラピーは違いますね。3D マトリックスとかですね、えー。そういったバイオ関連系の銘柄で結構利益を出しているといった感じになっておりますね。はい。 まあ5000円程度でもかなりの爆撃なんですけれども、ちょっと4万っていうのはあまりにも多すぎたかというふうにも思います。はい。で、この結果、17万3590円となりました。以前から僕の動画を見ていただいている方はですね、僕が一旦7万円になってしまったことがあったっていうのをご存知の方も多いと思います。7万円ですね。7万円からとりあえず10万円にしてですね、そこから怒涛の上げっていうのがあったんですね。で、これが僕の株純なんです、ね、でこれずっと去年の8月から株やってたんですけど、 ずっと下落してます。40万円で始めました。40万って書いてます、ね。42万あたりですね。40万から始めて、一旦上上がったんですけども、これ、陰線になりました。これはアプリックスとかね、AI ソーバーでのスキャルピングで失敗したからですね。はい。で、どんどんもうずっと下落で、要線はほとんどなかったんですね。ずっと。なんですけども、一旦これ、この,この陰線は実はですね、これは出金です。あの日経平均が大暴落してしまったんで、ちょっとここで一回陰線をつけた後に株から離れようということに。 10万円出金したんですね。です,ですので、これは特損ということになっているんですが、この特損は抜きにして、ここからスタートしたとして、10万円なんですね、こ10万円です、はい。ちょっと見づらくて申し訳ないんですけども、10万円になっているんですね。で、あのー、少々お待ちください。で、この大損のところからですね、えー、だいたい約3ヶ月間ぐらいあったと思います、この特損からですね、まあ出金というのも特損だとして、えー、この特損から、 今回の利益まで、ね、大体3ヶ月ぐらいあったかと思います。はい。で、3ヶ月前が、えー、まあ結構その10、ん ?17 万くらいありましたんで、まあそこを巻き返すくらいの上げということになりました。この 3, か3ヶ月分の、えー 利益あこの特損っていうのを巻き返すぐらいまで来たかと思います。で、ご覧の通りですね、この青の長期戦、これは株僕の株主さんの平均線になりますけれども、えー、長期戦25日線と、えー、5日線を超えて、この青の長期戦にタッチしたところがお分かりいただけるかと思います。まあ、こ,のこの大きな要線っていうのは、えー、見当たらないので、まあ、よかったと、非常にね、 よくできたと思いますで最近ね、このように陽線が出ることが多くなりました。非常にこのようにね、こでもそうなんですけれども、えー、まあち,ょち,ょちょっとね、えー、この2日間の陽線はあまりにも大きすぎたんで、まあ、これは特有だと仮定してもですね、他でも結構陽線が出ることが多くなったんで、結構勝率とともにあの勝つ数も増えてきたし、それからまあもちろんこれは原油ブルーでの大損はありましたけれども、あのちょっと若干損傷時代になってきたかなというようなところが、この僕が去年の8月から株を始め いろいろこうトレード法を変えたりとかして分かってきたといったところがあるそれがまず一番嬉しいですねもちろん利益を得ることは嬉しいんですけれどもトレードを変えてやり方を変えたことによってかなり勝てる数が増えてきたっていうのは非常に今後に繋がることだと思いますのでそれが僕にとって嬉しいですもちろんこういった損というのは悔しい40万からね10万まで減らしたっていうのはやばいんですけれどもそれでもやはりミス本当にいろんなミスをしましたスキャルピングのミス安い銘柄を買えば上がるんじゃない かっていうミスそれも全然ダメでした。逆張りも全くうまくいきませんでした。でも、そのいろんなね、学んでいくうちにあの、全然違った手法で勝てるようになったっていうのがやっぱあるから、伸びてきたっていうのがあるんですね。はい。まあ、それを今後お話ししていきます。ここからね、お話ししていきます。どういう銘柄を、えー、買うと上がるかっていうのを皆様にお話ししますので、えー、お楽しみいただけると嬉しいんですけれども。はい。まあ、えーまあ、17万超えて3ヶ月前の出勤による特殊のグラフを 元通りにに巻き返すことに成功しました、またこれによって、これまでバカソンの幅が大きかったんですが、ついに、要線の方が陰線よりも長いが、これがですね、この要線がですね、今まで一番損、まあ、これ特損ですので置いといて、これですね、この陰線これはアプリックスっていう銘柄の逆張りで失敗したというのが、え、じゃあ逆張りじゃなくて、スタルピングですね、失敗したこの陰線よりも大きい要線になったんで、そういった意味で、かなり、えー、嬉しく思います。はい。 で、これが僕の現在の保有銘柄金曜日ですね、22日の金曜日にスイング銘柄で持った2銘柄ですね、リボミックとブライトパスバイオ、この2銘柄になります。リボミックを 300, 円300株、ブライトパスバイオ100株ですね。はい、この値で攻めていこうと思います。はいで現在は はえー、っとまあ週明けからこの名柄どうなるのか気になりますけれども、まあ、リボミックは結構売り気配が続いてましたんで、ちょっと週明け損からスタートすることも予想されます。もし損が大きくなってしまったら、リボミックも、えー、ブライトパスバイオも、えー、損切りはしますけれども、一応僕はリボミックもブライトパスバイオもかなり上げてスタートするというふうに考えてますんで、えー、買いでイントリーしました。はいまあ、もし、ね、ダメだったらすぐに損切りして、トレード続けていきます。はい 続いて、5月25日、注目の銘柄をおたせしました。お話ししていこうと思います。バイオ相場ー、AI 相場セキュリティ相場ですね。えー、っと、いつぐらいまあ、結構10、10銘柄ぐらい紹介できますかね。えー、いこうと思います。まあ、先ほども言いましたが、10万円からの株式相場一部ね、ちょっと高いものもありますけれども、えー、紹介の方していきます。まず、テリロジーからですね。はい。テリロジーは決算が終わって一安心っていうところですね。この決算で大陰線たなりましたが、この陰線の後、上昇に転じています。はい。 テリロシはインターネットのハッキングを守ったりする会社で、これから少しずつ自粛規制は解除されて、家から出てくく人、仕事をしていく人多くなるんですが、それでも新型コロナをやっぱり心配する、あるいは家で働くことの有意義さっていうのを感じて、そのテレワークを継続する会社も多いと思います。でその中でですね、インターネットの安全性に対する問い合わせが急増しているっていうのがございますので、こういったインターネットのセキュリティ関係の銘柄っていうのは 今後、需要がかなり増していくといったのが、えー 予想されますですので、えー、この、まあ今、バイオ関連が非常に今一番盛り上がってますけれども、えー、その AI 相場っていうのがさらに、失礼、えー、失礼、セキュリティですね、セキュリティ相場っていうのが、えー、さらに加速していく可能性っていうのはあるかと思います。で、5G もちょっと気になったんですが、5G のちょっと危険なところは、安全性が少しこう、電波の状況とかが少し危険なところがあるということで、少し 5G は遅れてしまう、延期になってしまうっていうようなニュースも出たかと思います。な,なので、まあ、ブロードバー タワーまあ、あれは赤尻になってしまったのかなっていうところもあって上がっていかないってあるんですけども、5G よりも先にこの AI、えー、人工知能が先に顔を出していくというふうに考えてますので、このテリロジーですね、これ注目していきたいと思います。でテリロジー注目する際は、このギャラクの空きですね、窓空き、この日経平均暴落とともにギャラクしたこの窓空き、これを埋めてくる段階に今入っていると思います。この前ようやく、ね、埋めてきたのに、決算が悪かったがために下がったん,下がったんですね。でもその決算 さんの悪いとための悪材料で尽くしで上げてったっていうのがあるわけです。それでもはいで。 またこの穴埋めを、えー、この下落の穴埋めを、えー、向かっているといったところがあると思うんですね。はい。で、この下落暴落してしまったところを全部巻ま返すような579円となりました。ですので、えー、もうあの暴落の、えー、損切りをした、まあ、とかね、あるいはあの損切りをしなくても、もうここの,この時点で、えー、損を出している人っていうのは、もちろん損,損切りした人はだめなんですけども、損切りしなかった人も、えー、損がない状態にもなってます。この状態で。ははいでですののあとはこの窓脇を埋め てく600円ってこのボックス、この三角保ち合いっていうか、まあ、保ち合いじゃなくてこう旗、上の方にこうに切り上げながら上げていくこのブレイクポイントを足して、上限を足してきたんで、これを上抜けたら、この600円から300円、つまり300円ほど上の方に行く、600円から900円、900円を目指す展開というのも見えているので、かなり上昇していきやすい相場になるかと思います。はい まあ、テーマ性がありますので、これは注目といったところですね。続いて、寺ですね。はい、もう皆さんも寺祭りですけれども、これはかなり注目は27日のコロナ新薬の発表ですね。えー、それが非常に気になるかと思います。27日でよかったのかなちょっと明日、えー、っと、もう一回、あの、もしかしたらブログ書いたりとか、えー、ツイッターとかで、えー、お話しするかもしれませんけど、ちょっともう一回ね、確認してみます。はい、多分27日で間違いないと思いますが、新型コロナの新薬の発表が気になります。えー、もしこれが、 えー、プラス材料として働けば、あるいはこう、新型コロナの、うん、そし治療薬としてかなり有効ですというのが発表されたら、まだもうちょっとね、892円とかなり安いですので、えー、かなりもうちょっと上を目指す展開があるかと思います。ちょっと材料に乏しいなっていう感じになったら、調整の売り、あるいは利確売りとかをね、していくといったところもあると思うんで、そこを注目していきたいと思いますね。はい。 ま、月曜日に関してはちょっとあの、かなり上げすぎてるっていう部分もありますね調整の余りが入ってくると思います。えー、調整の余りが入って、例えばこういったね、えー、その、なんだっけな、えー、平均線にぶつかって上げていくっていう反発が見れたら一旦こう入ってみたりとかして、えー、切りもすぐにするっていったじゃんだ感じで入ってみれば楽しいのかなというふうにも思いますね。はい。まあ、ちょっと僕は、えー、怖いです。はい。 えー、クラスターテクノロジーですね。こちらもさっきとテレロジーと全く同じ。今、バイオ関連で盛り上がってますが、その一部として、こちらもお話ししていけたらいいと思いますが、こちらも同じように、えー、このよう,うに旗になっている。そして、これを上抜けたら、やはりこの旗分上がると思いますので、300円から398円、100円から400円あたりを目指すような戦い方になると思います。はい、まあ月曜 に備う大きな要請が出るか分かりませんけども、出来高によってはかなり上げる可能性もありますので、この上抜けですね。それを注目したいです。まあ、例えばね、ギャップダウン、あるいは下がってからの、えー、なんだろう、買いというか上昇だとですね、まあこの長期、この短期線見えづらいですが、この緑の線にタッチしてから上げていくっていうこともありますので、そこを見てエントリーをするっていうのが大事かと思いますね。はい。続いて、ビートホールディングス。こちらはもう、まっ 全くね、AI 相場とも関係ないしえ、全く関係ないんですが、この銘柄はですね、指定株的な、指定的な動きをよくするんですね。はい。で、ここの上昇もここの上昇もおそらくえ指定株だったと思うんですねえ。プロルート丸水と一緒にですね、かなり、プロ,プロルートは先にえ指定株になりましたが、プロルートの次にビートホールディングスが指定株のより上がることが結構あるんですね。で、えこれ、冷やしチャートになりますけども、こう下落してきて、えこ長期戦、中期戦、短期戦が交わり合って、 一部こう、パラレルゴールデンクロス、すべてがクロスしている、パラレルゴールデンクロスが見られるシーンっていうのがあるかと思います。そしてこれがもしも上がって悪くできるんだったら、例えば月曜日で120円ですとか、そういったところに行くようなヒゲでもいいですし、要線あるいは実態でも構いません。そういったものが出る可能性がありますので、これは上昇して、勢いが強ければ、そこに乗っていきたいというふうにも思いますね。はい。ストップ高も夢ではないと思います。はい。 続いて、エルテスですね。はい。出来高した、こちら、エルテスは少し、あの、板が薄いので、例えば、えー、1600、 1667円っていうふうに今ありますけれども、買いがですね、1680円ぐらいからかな ?1675 円あたりかなそういったところでしか買いが、えー、売ってる人がいなかったり、下もですね、1667円なんですが、1660円でしか売れなかったりするんで、板がちょっと薄いっていうのがたまに傷なんですね。なんですけれども、こちらはかなり上績、えー、がいいと。そして、まあ、国策としてやっているインターネットセキュリティ関連で、いろんな会社が、えー、ここに受注しているといったことがございますので、まあ、これ だから思惑が向かいやすいといったところがございます。はい。まあ、そういった感じですので、まあ、これからかなりね。注目度高いテーマ枠株として、えー 結構思惑悪く迎えやすいんじゃないかなというふうにも思います。はい。まあ、1600円っていうのは、この、あの、銘柄にしては、まあの、安いんですけれども、まあ、僕がですね、まあ、10万円からの株式投資ということでやっておりますので、まあ、ちょっとそれにしては高いですので、まあ、もし余裕な資金が、資金が結構余裕な人はですね、入っていただきたいたりとは、入っていただきたいたりじゃなくて、えっと、挑戦してもいいとは思うんですけれども、まあ、これはボックスをまたこれも超えていけば、まあ、かなり強い上昇っていうのは見られるとは思いますので、え、まあ、注目しつつ、資金に余裕のある方はですね、いいのかなと思います。 ね、はい。 続いて、アンジェスですね。もう、アンジェス祭り、アンジェスなんとか、もう、いろんなね、代名詞つけてもいいんですけれども、まあ、こちらも、そろそろ大きな特集、NHK のニュースとかで特集されそうな予感がありますね。はい。やはり、投資家以外の方は、まあ、投資家の方はみんなアンジェスを知らない方が多いですが、一般の方、投資をやっていない方はですね、アンジェスという名前は知らない方が多くて、新薬、あのワクチンの名前がアンジェスの会社っていうことを知らない方が多いと思うんですね。なんですが、まあ、NHK とかね、まあ、あるいはそのニュースで、アンジェスがワクチンを を開発っていうようなニュースっていうのがそろそろ NHK というか大きなね、えー、民放の放送とかで流れてくる可能性っていうのが来週にかけて出てくると思います。そしてアメリカがですね、アンジェスを狙っているといった情報もありますので、今後アンジェス自体が、アンジェスがもう本当に大きくなっていくという可能性もございます。まあ、東証一部に昇格なんていうね、そんなことも可能性もなくもないので、ちょっとあの注目したいと思います。はい。 まあその場合はですよ、1700円は相当割安ですので、まあ、月曜日も上昇の勢量が強ければ、また千円ですねを目指すような、そういう感じになるかと思います。はい 続いて、ブライトパスバイオですね。はい、えブライトパスバイオもバイオ関連銘柄テーマ性があるというのはもちろんですけれども、こちらも長期戦を超えてきたといったところがございます。そしてごご、ご存知の通り、250円からまあ200円あたりの、ね、ボックスも超えてきました。ですので、300円を目指すかどうかというところが注目されます。ただ、ちょっと出来高が少ないのと、あとはその上昇の勢い、ボラティリティが一つ一つの要請がちっちゃいので、あ,のあまり大きな利益を得ることができない。 というのはあると思いますでもその割には陰線は非常に大きいので逆のえあの波が非常に大きい逆の時がものすごいストンと落ちますのでそこを注意しつつ、えー、もし上昇するんだったらできるだけを伴って上昇するんだったら見ていきたいところではあるかと思いますね。はい。 では、続いて、転送電機ですね。はい、もうこちらは、もう転送電機はもうよく急騰するといったのがあるんですけれども、転、え、送、ー、電機もいよいよボックスの上限に差し掛かっているかと思います。このようにだんだん、えー、下値を切り上げてきている。そして、これはもう新型コロナのその医療廃棄物としての薬の、えーと、そういった容器を作ったりしていてですね、これからどんどんニュースが出てくる可能性があるというのと、あとですね、こう非常に辻じつまがいます。あの、この三角、 になっていていこの上限になっているのはもちろんそうなんですけれども、もう少しでゴールデンクロスをするのと、もう一つですね、この窓開けですね、下、え、落、ー、の窓開けをちょうどこのね、青の長期戦を超えてくるタイミングで埋めてくると思うんですよ。そうすると、埋めるかのように400円に急騰すると。今現在342円ですので、多分これ、値幅制限は400円だとストップ高あたりになるのかなと思いますが、まあ、この400円を目指すような展開、考えられますので、えー、楽しみにしていきたいところですね。ははいいげたらもうこれはストップ高にななるんじゃか な感じの勢いがあるというふうにも思います。はい、いよいよ転送電気来るかといったところですね。はいまあ、比較的穏やかな語彙の転送。電気は来週どこかで焦点電気してしまうことも考えられますね。はい、では次行きましょう。フロンティアですね。はい。 フロントはですね、バイオ関連と並行して AI 相場突入の風と黒字転換のニュースを受けまして、走り出したら止まらない状態になっているかと思います。こちらで見ますと、これ、これ、実は、ね、左の方は、し、えー、の方、ここをかなり拡大した図になります。はいで かなり拡大すると、このようにかなり上げすぎて、上げすぎているような感じがするんですが、東全体を見ると、まだまだ上げていないんですよね。上の方は1200円もあるかと思います。はい。で、今も言いましたけど、AI というのは、これからかなりね、5G よりも先に来るというふうにも予想している方も多いので、AI 相場の中で、このように走り出したメーー、これも、次のどん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 上げていく、そのような可能性はあるかと思いますので、これも注目していきたいですね。もし、こう、推しを作っていくんだったら、え、ー ていきたいそのように思いますねはい 続いて最後ですね。あ、まだですね。リボミックがありますね。えー、ホットリンクですね。ホットリンクもテーマ性がありますが、ちょっと他の銘柄よりは自信がないですね。えー、出来高が少ないのかなというのと、まあ、一方で月曜日は陽線で終わるならば、えー、これはかなり強いと思います。もし、月曜日陽線で上がる場合、この大きく見て、このボックスを超えてくると思いますので、そうすると、えー、次のボックスですね。えっ、ー、と、500円あたりですかね。そこまで目指すと。500、 50円くらいですからそこまで目指すのかな ?500 円あたりでいいんですかねそこまで目指す展開も期待できると思いますので、まず月曜日要線で終わるんだったら火曜日もおしめ買いいといったところが面白いかと思いますね。はい。 続いて最後、リボミックになります。リボミックはですね、これまでもリボリボ詐欺っていう風に言われまして、新型コロナ以外にも、サー r の時もですね、騒がした銘柄になります。サーズの時もね、えー、もう、あの、紫色のね、えー、髪の毛のおじさんがね、えー、っと、社長ですけれども、あの方がですね、えー、もうサー r の薬ができるとは言いましたけど、結局はできずにね、えー、リボリボ詐欺で終わりましたけれども、今回はもう結局ね、えー、そういったリボリボ詐欺にはなっても、結局材料死されて上がるんですね。ですので、まあ来週、 実力は伴ってなくても、とりあえずね、まあ、社長や誰かがですね、新型コロナどうのこうのということを出せば、とりあえずトレーダーは乗っかるっていうのがありますので、まあ、ちょっとこれは注目といったところもあるかと思います。はい ま、いずれもテーマ性が高いですので、まあ、デッキ高が、まあ、テーマ性高いんですけれども、下がったら、まあ、デッキ高を伴って買いが集まり、いとも簡単にストップ高しやすいメーカーではありますので、タイミングを見計らってのインっていうのは、あの、したいところですね。はい。そんな感じです。でね、えっと、22日金曜日の全トレ、えっと、全般だけですね、トレードを行ってますので、もしね、気になる方は僕のブログから入っていただいて、ここをチェックしていただけると、僕のブロえっと、動画、 22日の前場のね、えー、雰囲気を見ていただけると思います。はい。今日はですね、えー、メリネットで爆撃、そして銘柄1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12銘柄、十一銘柄ですね、を紹介しました。えー、10万円からの株式投資でした。